霊感指導、または、コールドスタートとは、機械用語で、機関、それも、主として、熱機関や電動機が置かれた環境の気温と同じか、それよりも冷えている状態で、それを指導することを指す。霊感指導というと、寒冷地や、陶器などの外気温が低い条件での指導のみを指すと思われがちだが、機関が、周辺環境の温度と同じか、 それよりも低温になっていれば、人間が寒く感じるほどが液温が低くなくても、機関にとっては、冷感指導となる場合がある。冷感指導では機関そのものの温度が低いため、温感じよりも指導性が一時的に低下する。年機関が冷えていると、指導に必要な空燃費を得るためには、吸気と燃料の供給比率を変えてやる必要が生じるからである。そのため、ガソリンエンジンや、 ケロシンエンジンでは、吸入空気量を減らす、チョーク弁や、冷感時のみ、噴射燃料を増量する、コールドスタートインジェクターの追加、エンジンコントロールユニットの制御などで、一時的に、空燃費を可能にする。また、冷感始動時のみ通常とは別の、より燃えやすい燃料を供給して、始動性を向上させる場合もある。熱機関ではそのほとんどの形式において、 冷間指導の直後は本格的な運転の前に暖気運転を行うことが多い。自動車やオートバイ等に多く搭載されるガソリンエンジンやディーゼルエンジンでは冷間指導は比較的身近な問題である。例えば温暖な環境にて毎日のように運用される車両であっても次の運用まで一晩あるいは1日程度の間隔が空けばエンジンが外気温と 同程度まで冷えてしまい、次回の指導では、霊感指導になりうるからである。自動車では、長久弁が自動化された時期を経て、段階的な排出ガス規制の強化に伴って、電子制御式燃料噴射装置が広く普及しており、霊感時には液が噴射する燃料を増やす制御を行って指導性の悪化を未然に防いでいる車種が、ほとんどであり、霊感指導であるかどうかを運用者が意識せずに、 エンジンを始動できることが多い。対して、オートバイでは、現在でも、手動式のチョークを採用する車種があり、そういった車種では、霊感指導であるかどうかを意識しながら始動する、必要性が現在でも残っている。いずれにせよ、霊感指導の直後は、暖気運転が必要となるのは、どの自動車やオートバイでも同じである。ブロックヒーターを装備した車は、夜間、 または指導の数時間前には、このようにコンセントに電源コードを接続して冷却水を予熱しておく。冬場の気温が氷点下30度以下にも達する北欧やロシア、中国東北部やカナダなどの国の自動車や、あるいは氷点下60度をも超える南極で運用される雪上車では、冷間指導をスムーズに行うためにブロックヒーターと呼ばれるカーヒーターを エンジンの冷却水経路に組み込んでエンジンを止めている間はこのヒーターに通電しておくことが一般的である。極寒地では不凍液入りの冷却水はおろかエンジンオイルすらも凍りついてクランクシャフトが回らなくなってしまうことがあり得るからである。同時にバッテリーヒーターと呼ばれる電熱器で鉛蓄電池を予熱することも行われる。氷点下18度で 鉛蓄電池は常温の40%まで指導能力が低下するためである。ディーゼルエンジンの場合は軽油の凍結にも注意する必要があり、日本国内では冬の東北や北海道へ赴く際には寒冷地仕様の軽油であるジス3号または特3号の給油を行う必要がある。ブロックヒーターはカナダ人のアンドリュー・フリーマンにより1940年に 交換の廃材と電熱線を使った簡易な予熱装置として発明され、後日の冷間始動前の予備作業が必要、なくなるとして公表を得て、彼の周囲の市民を中心に細々とした販売を行っていた。その後フリーマンは1947年にシリンダーヘッドボルトを取り替える形で装備できるヘッドボルトヒーターの試作品を完成させ、1949年には、 米国特許を取得して彼が起こした会社から市販が開始された。ヘッドボルトヒーターはシリンダーブロックを直接予熱するものであったが、現在はシリンダーブロックの冷却水経路につながるコアプラグを外して取り付けるものやエンジンとラジエーターの間のホースに割り込ませる形で取り付ける形状のものが主流である。このような電熱機を用いた予熱機器が市販される以前は、 カナダでは自動車に乗った後はエンジンオイルを抜いて夜間は暖炉の効いた室内へ保管し、翌日の午前中にエンジンへ再び注ぐ。さらに始動前には暖炉の焼けた石炭をエンジンの下に敷き、インテークマニホールドに熱湯をかけるなどの作業が必須という状況であった。同時期の大日本帝国、特に満州国では白金回路が内燃機関の余熱に用いられた。 白金回路の発熱作用は燃焼とは異なる。プラチナと石油の触媒反応のため、原理上は気発油を用いる、内燃機関でも気化した燃料に引火する。危険性は低く、余熱にも利用ができる。実際に戦前に満州に駐留する日本陸軍が使用していた国産軍用トラックは、氷点下30度にも達する冬の朝は、オイルパンの下にレンタ炭ンコンロを置き、 キャブレターに白金回路をくくりつけて、エンジンの予熱を行う必要があった。一方で、同時期のフォードやシボレーのトラックは、そのような作業を行わなくても指導ができたとも言われる。潤滑油は、どのくらいの低温まで使用できるか引く、潤滑通信車バッテリーヒーター、メンテナンススケッチ椅スズ自動車、ヘッドボールとヒーターズ。 ハット US パテント 2487,326AL フリーマンエレクトリックインターナルコンバス超エンジンヘッドボルトヒーターイ一種度1949年11月8日帝国陸海軍原存兵器一覧日本自動車博物館引くより白の府ありがとうございます